皆さんこんにちは豪久前党佐賀第一選挙支部長の中島東ですえ今日は豪久前党の政策についてえテーマごとにお話をしたいと思います現行憲法は改正すべきだと考えますえ日本取り巻環境というのは悪化の一途をたどっておりますえ国民の生命安全財産を守るために憲法9条を改正し防衛軍を組織いたします憲法改正までの間は 全文に謳われた平和を愛する諸国民とは言い難い中国や北朝鮮に対して憲法解釈の変更によって9条の適用除外をし有事への備えを万全にしてまいりますオスペレンサー国庫配備賛成です尖閣などの離島の防衛また朝鮮半島有事の際の法人救出に対応できる新型輸送機 オスプレイを世話空港に配備すべきだと考えますまた北朝鮮の暴走に対して国民保護法に基づく避難訓練の実施や小中学校の校庭に各種シェルターを設置するなどの準備を始め自分の国は自分で守る体制を作ってまいります安全性の確認できた原発については再稼働すべきだと考えます 現在、日本のエネルギー自給率は6%とわずかであり、その多くのエネルギー資源は海外からの輸入に頼っております。仕入れへの安全性の確保が難しく、有力な代替エネルギーが確立できていない現状において、安定した電力を供給できる原発は再稼働すべきだと考えます。消費増税を中止し5、5%へと減税いたします。法人税の ーセ10%台への減税をはじめ大胆な規制緩和を行い個人や民間の自由を拡大し経済の活性化を図ります実質3%名目5%以上の経済成長を実現することで自然増収による財政再建を図りつつ2030年代の GDP1500 兆円の達成を目指します。 この国に生まれてよかった、この佐賀に生まれてよかったと、人々に喜んでいただける時代を作るために、私たちは古い戦後政治を終わらせ、新しい政治の受け皿となるべく、戦ってまいります。もう、嘘や偽りの政治はたくさんです。今こそ、清潔で、油断できる政治を選ぶ時が来たのではないでしょうか。どうか、口屈検討をさせてください。 必ずや皆様のご期待に添えるよう成長してまいりますありがとうございました